このスミスは2007年にジョナサン・オリバーレスがデザインしました。イタリアのダネーデ社が製造販売しています。これはスチールで作られた多機能家具で柔軟性の典型です。小さなキャビネットとして、ローテーブルとして、本棚として、ワゴンとして、そしてスツールとして使うことができます。座って大丈夫なんですよ。全然ぐらついたり片付きもないですし、こうしっかり座ったまま動かすこともできます。使い方はそれぞれでしょうが、この座れるというのはメインの特徴の一つだと思います。これ今裏面です。気が利いてるなと思うのはこのキャスター。素材はちょっと公表されてないんですけど、見る限り触る限りウレタンっぽいんですよ。これが外も小さいですね。ブレーキング機能はありませんし、ロック機能もありません。あとこうやってもっと思いますけど、それなりに重いですよ。本棚として使えますけども、まあ別にこうやって入れてもらえばいいんですけど、ご覧の通りですね、このキャスターの出っ張ってる部分が若干邪魔になるので、こうぴったりこう置くことはできず、ちょっと隙間は空きますけども、まあ、ちゃんとここ斜めになってるので、本を並べた時に一応これが違和感のないようになってるんじゃないかなと見てと思います。横向きにして積んでってもいいですしね。というか本じゃなくていいと思います。入れるのは何でも入れたいものを入れてください。このスミスの面白いのはここからです。持ち上げてテーブルに引っ掛けます。はい、そうすると収納が出来上がりました。これで収納力がないテーブルも補うことができますね。広く使えますよ。見た目もかっこいいじゃないですか。注意点として、足が干渉しないデザインじゃないといけませんね。いろいろ中に置いたまま、これをですね、そのまますぐ下ろせば座ることもできます。なんとまあ便利な家具でしょう。まあ、別に引っ掛けなくても単純にワゴンとサイドテーブルの代わりとして使うこともできますので、まあ、このまま使ってもいいんじゃないでしょうか。あとスタッキングすることもできます。このスミスは卓越した多機能性を伴う生産的で建設的な創意工夫が評価され、2011年にコンパソドールを受賞しています。いろんな使い方ができますので、一つでもオフィスにたくさんでもあると便利ですよ。参考にしてください。では。